はい、皆さんこんにちは、ゴルフタッドです。ボケウェッジ、グラインドと選び方、行ってみましょう。はい、そういうことですね。早速始めていきましょう。実は9種類あります。まずですね、一番基準になりますのが F。 これがですね、ソールの幅がそこそこで、バウンスが強めというグラインドになって、これがですね、最も基準となるソールの形になります。これをですね、ヒール等をリリーフします。リリーフっていうのはですね、ここを削るわけですね。このこことですね、ここを削るのを、リリーフっていうんですけど、そうすると、D グラインドになります。でこれのですね、ソールの角度ですね、ここの角度、ここの角度を少なくすると M グラインドになります。そして日本市場にはですね、ボケフォージドという別モデルがあるのですが、それのソールの形で、B グラインドっていうのがあるんですけど、それはですね、この M グラインドとほぼ同じで、 B グラインドの方がちょっとフラットです、ここが、という違いがあります。はい、次にですね、今度はですね、こうソールの幅を狭くするパターンですね。こうここ全体的に落としてですね、幅を狭くすると、ソールの幅を狭くするとこれですね、こんな感じで削ったのが、これが S グラインド。そしてですね、これをさらにですね、ヒール等をリリーフします。こことこことここ削りますと、L グラインドと。でこれがですね、今まで最もバンス効果の少ないソールだったんですけど、今シーズンからですね、2023年からさらに、ソール幅を狭くしたモデルが登場しまして、これがですね T グラインドということで、これがですね、最近の PGA の若手のプロがみんな使っている、流行しているローバウンスのソールということになります。はい、次にですね、今度はですね、こうバウンスが増えるパターンがですね、ソール幅を広くしたものがですね、これがですね K グラインドで、ですね、さすがにこうするとですね、跳ねすぎるので、この幅広い形状のままで、このバウンスの角度を抑えたのが、実角度を少なくしたのが、これが KL と、K のローバウンスということなんですけど、こちらはですね、ウェッジワークスって言って、別注のラインがあるね。でこれはですね、ウェッジワークスのみで、展開されているソール形状になります。でですね、サムネの写真これなんですけど、これよく見るとですね、K グラインドって、14の K とかって書いてあるんですけど、KL はですね、バウンスが書いてない、これがですね違いですね。なかなかちょっとマニアックなところなんですけど、はい、以上ですね、9種類のグラインドを展開しています。ウェッジはですね、ソールの形状、グラインドだけではなくてですね、シャフトとかセッティングとかも大事なんですけど、これはですね、ちょっと別の機会にお話しするということで、今回はですね、サンドウェッジ、ロブウェッジを主体でお話しします。そしてですね、先ほど私がお話ししました、実角度って言ってたんですけど、あれ何言ってるかっていうとですね、ウェッジって、バウンス角何度とかって表示があるじゃないですか。あれは、実はですね、実際のソールの角度じゃないんですね。エフェクティブバウンスなんですね。で、これはですね、プロとかですね、専門家って言われる人でもですね、誤解してる人が多くってですね、多いポイントなので、これはですね、別の動画で解説していますので、ぜひですね、こちらご覧いただいてですね、これなんですけど、こちらご覧いただいてですね、正しく理解していただきたいですね。はい、ということでですね、今回はですね、グラインドによる選び方というお話になります。はい、そしてですね、先ほどのお話をですね、もう一回整理しますとですね、この絵でですね、縦軸がですね、
実角度ですね、先ほどのですねこの表示板図角じゃなくて、実際のソールの角度、これは棒形の言葉だとメジャードバンスって言います。ピンの言葉だとアクチュアルバンスアングルっていうことなんで、もう私もこういう言い方するので、実ロフト角、実角度っていう言い方するんですけど、これがですねこのソールの実際の角度が大きいで、この右側がですね横軸がですねソールの幅で、右ほどサロが広い、先ほどのモデルをですね、この分布図に入れるとこういう風になります。で矢印はですね、この青矢印がリリーフですね、ヒールと頭の削りを示していて、オレンジの矢印がこう幅とか、ソールのですね角度が変わるっていうのを表しています。でまず基準になる、F がここにあって、それから F のですねこのソール幅ですね、ソール幅を増やすと K になる。で K のソール角度を小さくすると KL になる。で F をリリーフすると D になって、 D のソールの角度を減らすと、M になる。で M を平らにすると B になる。で、F のですねソール幅を狭くすると S になって、 S をリリーフすると L になって、L のソール幅をさらに狭くすると T になると。これはですね、我ながらすっきり整理されてますね。はい、そうしますとですね、グラインド、先ほどのグラインドをですね、まとめますと、こういう感じになります。ソールの幅、実際のソールの角度、それからリリーフのありなし。そして、ですね、ここでですね、棒形の言う、このキャッチを見てみるとですね、F はですね、これフルソールの意味なんですけど、オールパーパスグラインドフォーフルウェッジショットっていうことで、とにかく万能よと。で、D はですね、これね、誰かプロの略なんですけど、棒形さんはですね、昔のことだから、忘れちゃったと。棒形さんボケちゃったっていうことですね、思い出せないっていうことなんですけど、これはですね、プレイヤーズハイバンスウェッジっていうことで、プレイヤーですね、上級向けなんだけどハイバンスよというウェッジですね。実角度が大きいですね。で、S はですね、これスティーブ・ストリッカーの S で、これはナロー&バーサタイルと。で、次 M がですね、これがですね、モーストっていう人もいるんですけど、これはね、マルチパーパスの M ですね。で、ボーケさんがですね、一番最初に削ってみんなに受け入れられたのが M バウンスで、プロはほとんどこれでいいんじゃねえのということのようです。次がですね、L がですね、これローバウンスのことで、ソール幅も小さく、ソールの実角度も、少ないと。で、リリーフも大きく削ってあるということで、跳ねて助けてくれるというよりはですね、このバーサティリティですね、いろんなショットが打ってますよということですね。でこれと対照的なのが K でですね、K はですねこれトム・カイトの K なんですけど、これはですね、ソール幅が一番広い、でバウンスの角度もそこそこあって削りを入れてないので、とにかく一番跳ねるということで、ソフトコンディションでは最適よということですね。でバンカーも含めてですね。で次がですね、T がですね、これはですね、L をですね、さらに細くしたフィンなんですけど、これはですね、小々で、で、削りも大ということで、シャーパーショットメイキングということで、プロみたいに、素晴らしく上手な人がですね、ショットメイキングができるよというコンセプトになっています。はい、これがですね、スペックなんですけど、ソールのグラインドとですね、ロフトの角度があるんですけど、これがですね、すべての組み合わせが展開されているわけではありません。この表にある組み合わせが、販売されています。でですね、ここに書いてある数字はですね、表示バウンスなので、実際のソールの角度ではなくて、エフェクティブバウンスですね。タイタリスト自身が言っていますね。こちらですね。
こちらですね。で、まあ、興味のある方はですね、まあ、正確に知りたい方はですね、まあ、先ほど申し上げましたが、この別の動画を見てみてください。はい、それとこうしてみますとですね、まあ、M はですね、8なんで、で、バウンスっていうのはですね、まあ、総合的な跳ね具合、ソールの効き具合を示すんですけど、8がね、小と中の中間ぐらいですね。で、12がね、13ぐらいかな。14はね、ハイバウンスなんで、13ぐらいが、まあ、大と中の間ぐらいなので、まあ、これはまあ中の大って感じですね。で、F はですね、実はですね、これだけしか展開されてないんですけど、まあ、54、56もですね、14なんで、これハイバウンス、まあ、基準と言いながらハイバウンスなんだなっていうことが分かりますね。はい、そしてですね、まあ、この表示バウンス、エフェクティブバウンスなんですけど、まあ、これなんで決まるのか、みたいなこともですね、別動画で上げていますので、まあ、興味がある方はご覧ください。はい、最後ですね、選び方ですね。まあ、どういう要件、どういう使い方をする人が、どういうグラインドを選んだらいいのかということなんですけど、これも順にいきますとですね、でまずですね、アタックアングルですね、入射角で、まあ、急な人はですね、エフェクティブバウンスの多いものを使った方がいいということで、フルソール、あるいはですね、D がいいですね。でですね、まあ、L とか T みたいに、エフェクティブバウンスが少ないものは適さないって言われてますね。刺さっちゃいますからね。で次、ターフの状態なんですけど、これがですね、まずコースが、ウェットかドライか。で、日本のコースってね、あんまりカリカリなところってないんですけど、まあ、アメリカだとですね、例えば中南部とかですね、私がいた、あとアリゾナとかですね、カリフォルニア も結構乾いてますね。そういうですね、まあ、硬いところ、乾いてるところがいっぱいあります。で、日本はね、そのタイトライって言ってもね、大して硬いところはないんで、まあそういうのはあるんですけど、まあ柔らかいところか、柔らかいところっていうのはですね、まあ濡れている、それからですね、芝が長いようなコンディションなんですけど、まあそれの相性で言うとですね、まあ F とかですね、K とかはですね、これらはですね、柔らかいコンディションに向いてますね。逆にですね、LT はですね、こう、硬いところに向いていると。で、ミッドバウンスと言われるものはですね、まあ、普通というか、まあ、どっちでも OK と。で、次はね、打ち方で言うとね、フェースの開閉を積極的に使うような人はですね、これはですね、リリーフのあるやつがよくって、まあ、M ですね。それから、LT は当然そうですね。まあ、この辺も開いて使うのが前提ですね。あとですね、D、S も、まあいいですね。次がですね、アタックアングルを打ち分けるということで、まあ、上から打ち込んだりとかですね、横から払って打ったり、まあ、そのボールをですね、前に置いたり後ろに置いたりして打ち分けるようなパターンの人もですね、これはね、M か D あたりがいいですね。で、ローバウンスはね、これ浅く入れる人はいいんですけどね、まああんまり深く入れるのは良くないんで、まあ、これ打ち分けたいっていう人はですね、ある程度ソールの幅があってですね、それからリリーフの大きい、M か D がいいですね。はい、最後ですね、バンカーで割と楽したいっていう人はですね、これはね、まあ、バンカーのコンディションいろいろあるんですけど、一般的には、エフェクティブバウンスの多いものが、まあ、バンカーが楽と。いうふうに言われていて、それはですね、まあ、フルソールとかですね、K、あるいはソールの幅が広い KL が適してますね。あと、ですね、MD のですね、ミッドバウンスのものもいいですね。はい、こういう感じなんですけど、まあ、こうしてみるとですね、まあ、この M ですね、冒険さんおすすめのですね、M バウンス、それからですね、D。この M と D がですね、汎用性が高いなっていうことが分かりますね。はい、それでは最後ですね、皆さんはですね、
私も含めてですね、じゃどのグラインドを使ったらいいのかっていうことなんですけど、まずですね、発展途上の方はですね、いろんな状況でですね、対応ができる F でまず練習していただいてですね、A クラスになってですね、シングル見えてきたと。で、こういうですね、いろんな打ち方に挑戦したいよというような方はですね、M か、でちょっと打ち込みがきつい方はですね、B と。これぐらいがですね、一番一般的な選び方じゃないですかね。はい、そういうことでですね、まだまだですね、語り尽くせぬ冒険なので、次回はですね、より詳しいセッティングとですね、選び方ですね、もう少しですね、深掘りしてお話ししたいと思います。はい、本日の動画以上になります。次の動画でお会いしましょう。さようなら。